皆さんこんにちは、塚田です。バンコクタコルパンテニスコートからお伝えします。サーブでデュースサイドからですね、センターにエースを取りに行く練習をしていきたいと思います。皆さんサーブの練習で確率ってものはものすごい大事だと思うんですけれど、その中でもスピードを出せるとか1本のサーブで取りに行くという練習も絶対に必要になってくると思うんで、コンスタントなサーブはもちろんのこと、その中でも、ちょっと回転の量として相手にプレッシャーのかかるサーブをコースだけじゃなくてスピードとパワーで相手にプレッシャーをかけていく練習っていうのを、やっていきたいと思います。センターに、ちょっとフラットサーブという表現なんですけど、フラットすぎるとどうしても精度とか落ちるんで、多少は回転をかけるようになると思うんですが、その回転を少し落としてコースよりも、もちろんコースもなんですけれど、スピードとパワーで何度かですね、相手にプレッシャーにかけていく練習を皆さん心がけてやっていただきたい時のいくつかのポイントをお知らせしていきたいんですが、まず一つ目に、ただですねスピードを出そうとしたりとか、体の動きを意識するんではなくてですね、ゲームの状況をですね思い浮かべてサーブに入ることがとても大事だと。その中で自分はどのぐらいのスピードが出せるのか、あるいはコースに飛ばせるのか、どの辺で打つとどのぐらいのスピードが出てどういう風になると失敗するのかっていうのをですね、練習の中でトライして、そしてエラーしたらまたそれをフィードバックして練習にするしていくということが一番大事だと思うんで、とにかくですね、ただスピードサーブを打つ練習をするんではなくて、状況ですね、ちょっと自分にプレッシャーかけて15-40で30-40にするためにもう一本サーブで取りたいっていう時にドーンとセンターに打つ練習をしてみたりとかですね、そういう練習の仕方をしてみてます。ではですね、早速ちょっと私何回かセンターにデュースサイドからエースを取りに行く、それがエースなのかどうかわからないんですけど、その一本に取りに行くようなサーブを、打ちたいと思います。15-40、相手のブレークポイント。コースはちょっと甘くなったんですけれど、ちょっといい、感じで打てたんで、相手も、ちょっとブロックして返してきてると思うんですが、結構いいサーブになったと思います。このようにしてですね、自分の、状況をイメージしてサーブに取り組む必要があると思います。今ですね、ちょっと内側に入ったんで、今度はもう完全に相手に触らせないようなサーブで、ちょっとピンのところで、ちょっとサイドアウトしてもいいようなサーブを打っていきたいと思います。よかったな。今のサイドアウトしたんですけれど、ファーストサーブでああやって相手にプレッシャー狙ってるよっていうことをアピールすることもとても大事なんで、いつも入れに行くサーブをやらないように取り組んでみてください。今ですね、結構スピード出そうとして、ちょっとそのコントロールも荒れるんですけれど、大事なのは自分の正しいモーションでしっかりスイングのスピードを出せて、触れるラケットが触れるっていうことがとても大事になってくると思うんで、あまり気にしないで、まずはちゃんとラケットが触れるかどうかを試しながらやってみるといいかと思います。ちょっともうちょっとやってみます。最後は、いいとこ行ったんですけど、最大スピードで一番いいスピードが出たと思うんですけど、ちょっとラケットの面が暴れてちょっとまぐれで飛んだようなサーブなんですけど、そういうのも今のでも
あのぐらい振るとあのぐらいのスピードが出るのかとか自分の中で確認しながらやるっていうことも大事なんで、サーブのコントロールだけの練習じゃなくて、どのぐらいのスピードが出ていく、いける、出せるのか、どのぐらいの精度で入るのか、そしてどのような回転量なのかとか、いろんなことを試しながらやっていくということが大事だと思います。でセンターにエースを取るサーブについて解説してきました。1つ目はちゃんとラケットを振ってスピードを出せることっていうこともとても大事になって、相手はやはり、ね、スピード遅かったらいろんなことに対応するのが簡単にできてしまうので、最低限自分の目指しているスピードを出せるようにしていくということが大事で、その中でも少しずつコートに収まるように回転の量で調節していくとか、そういうことになってくると思うんで、いつも入れる、ね、いつも確率の高いイコールいいんじゃなくて、まあ、練習の中の 15% ぐらいはこのようにしてスピードどのぐらい出るのかなとか、どういう使い方したら出るかとか、そういう練習をですね取り入れていけるといいと思います。まあ、一つ気をつけることは、皆さんあの冬で寒いところでいきなりフルパワーでやると怪我につながりやすいと思うんで、ある程度、温まってもう十分できた状態で始めるように、してみてください。では今日の動画はここです。ありがとうございました。